皆さん、こんにちは。今回のテーマは、結婚式での NG ワード、意味言葉の一覧と言い換え例を解説です。結婚式でスピーチを頼まれたけど、使ってはいけない言葉ってあるの？結婚式でどのような言葉を避ければいいのか知りたい。そう考える方も多いのではないでしょうか。結婚式は、人生で最もおめでたい場の一つですよね。そのため、場にそぐわない言葉、いわゆる、意味言葉は NG とされています。今回は、結婚式における NG ワードの一覧と、使ってしまった時の対処法について、詳しく解説していきます。結婚式での NG ワードとは、お祝いの席で別れ、不幸を連想させる言葉を指します。これらの言葉は、新郎新婦を祝福する場において、不適切とされるため注意が必要です。例えば、終わる、離れる、壊れるなどのネガティブなイメージを持つ言葉は避けるべきです。結婚式では、ポジティブで前向きな言葉を使うことを心がけましょう。ここでは、結婚式での NG ワードの具体例と、その言い換え例をご紹介していきます。別れを連想する NG ワードと言い換え例。NG ワード、別れる、終わる、戻る、離れる、解散する、去るなど、言い換え例。別れることなく、ずっと仲良く、生活が終わることなく、末永く続きますように、実家を離れて、新しい生活を始めて、みんなが解散して、お開きになってから、不幸を連想する NG ワードと言い換え例。NG ワード、泣く、痛み、災い、辛い、不幸、悩みなど、言い換え例。泣くようなことがないように、いつまでも笑顔で、どんなに辛いことがあっても、どんな時も支え合って、不幸のない生活を、幸せな家庭を、悩みのない家庭を、穏やかで安らかな生活を、再婚を連想させる重ね言葉と言い換え例。結婚式では再婚を連想させるため、重ね言葉も避けるべきです。NG ワード、くれぐれも、重ね重ね、たびたび、ますますなど、言い換え例。くれぐれもお体に気をつけて、どうかお体に気をつけて、重ね重ねお祝い申し上げます。心よりお祝い申し上げます。たびたびお会いできることを、またお会いできることを。結婚式のスピーチでは、NG ワードを使わないよう注意しなければなりません。ですが、慣れないスピーチに緊張してしまう方も多いですよね。そこで、NG ワードを回避するためのコツを3つお伝えします。1つ目はポジティブな言葉を選ぶことです。スピーチでは、できるだけポジティブな言葉を選ぶことを意識しましょう。例えば、苦しい業務を乗り越えたではなく、楽しく協力して目標を達成したといった具合に、前向きな内容に置き換えることで、自然と NG ワードを避けやすくなります。2つ目は NG ワードを気にしすぎることです。NG ワードを気にしすぎると、スピーチの内容が硬くなり、自分の気持ちをうまく伝えられなくなることも。基本的な NG ワードを抑えたら、あとはリラックスして話すことが大切です。万が一 NG ワードを使ってしまったとしても、相手への気持ちが伝われば問題ありません。3つ目は事前に原稿を準備するです。スピーチ原稿を事前に準備しておけば、安心してスピーチに臨めます。何度か練習を重ねておくことで、言葉の選び方や表現を見直すことができるので、スピーチの内容に自信を持って臨むことができるでしょう。もしスピーチで NG ワードを使ってしまったら、どうすればよいのでしょうか。慌てず、以下の方法を試してみてください。まずはすぐに訂正し、お詫びをしましょう。NG ワードを使ってしまった場合、すぐに訂正しお詫びをしましょう。例えば、申し訳ありません。先ほど不適切な言葉を使ってしまいました。改めてお二人の末長い幸せをお祈りいたしますと言い直し、ポジティブな言葉に戻すことで場の雰囲気を壊さずに済みます。次に話題を切り替えて雰囲気を変えることです。NG ワードを使ってしまったら、すぐに話題を切り替えるのも効果的です。例えば、先ほどは失礼いたしました。ここからは二人の新生活についてお話しさせていただきます。といった具合に、前向きな話題に移行しましょう。いかがでしたか？結婚式での NG ワード、意味言葉を理解しておくことは、晴れの場をより良いものにするための大切なマナーです。今回ご紹介した言い換え例を参考に、しっかりと準備をしてお祝いの言葉を伝えましょう。結婚式に参列する際は、この動画を参考にして、新郎新婦に心からの祝福の言葉を送ってくださいね。この動画が参考になった方は、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。また、概要欄のリンクから、リアルウェディングスで他の結婚式場や関連情報もチェックしてみてくださいね。それでは、次の動画でお会いしましょう。結婚式を申し込むなら最安値で申し込みたくありませんか？ベストレート保証のある式場多数掲載。他の式場が見たい方は概要欄のリンク、もしくはリアルウェディングスで検索。Real Weddings